調査会開示博物館は台湾台北市中西区中山南路にある海事博物館である。本博物館は財団法人バリ社会発基金会ビルの1階から5階に存在し同法人が管理及び運営を行っている。本博物館は開事の歴史について大衆向きに紹介し台湾における開示文化を保護する目的で エバー・グリーングループの創設者である超久始発によって設立され、同国で最大の規模を誇る海事博物館となっている。博物館内には船の模型や海洋図、航海で用いられる景気など海事にまつわる様々な物品が収蔵されている。私は海岸の近くで生まれ育ったので、私の夢や希望の中では海と船が大きく関与している。 そのため私が海に対して注ぐ愛情は自分自身が海の子であると思うほどに大きいのです。本博物館のガイドブックにおいて自身の生い立ちについて述べる博物館の創設者、超久始初オーストロネシア語族は学説によると、紀元前30世紀頃の台湾に由来すると考えられているなど、台湾は海と密接に関連して発達してきた。しかしながら、 台湾の教育過程では、内陸での歴史についてのみ取り上げてきたため、国民の間で開示にまつわる知識が十分に伝承されていなかった背景があった。そこで、台北市に本社を置く、エバー・クリーングループの創設者である、超久し発の希望によって、開示教育を行い、同国における文化を守るために、本博物館が設立された。10年近く設立に要し、 もともと中国国民党の本部があった地に2008年10月7日に開館した。この年は1968年にグループを設立してから40周年となる節目の年であった。博物館の設立にあたり、蝶は過去30年間にわたって世界中で収集した4500点を超える物品を寄贈している。また、蝶が外国を航海する間に訪れた。 イギリス・ロンドンにある国立海洋博物館では子供への開示教育が行われていることを踏まえ、本博物館でもコンセプトとして反映されている。開館後、本博物館は2013年時点で年間3万3千人の訪問者を記録している。本博物館では世界的な開示の歴史のみならず、とりわけ地域的な事項についても網羅するように、 展示物が収集されている。博物館の延べ床面積は9000平方メートルであり、台湾においては最大の海事博物館である。展示物としては、例えば、エヴァー・クリーングループのコンテナ船が運んでいた航海景気や台湾のイカダ船である竹イカダなどを含む船の模型、18世紀から20世紀にかけて描かれた海洋画などがある。とりわけ、 ウィリアム・ライオネル・ウィリーが描いた絵画、富士山前の日本艦隊執行図は、本博物館と日本の天皇家にのみ収蔵されている。その他、パナマ運河の立体模型や海事に関連した子供向けシミュレーションゲームが用意されている。1階ロビーから5階までが展示ブースとなっており、2階から5階までが常設展示室で5階から降りていく順に閲覧することが推奨されている。 以下では各フロアにおける展示物について紹介する。1階ロビー中央に展示された木製のダウ船1階には3つの木製船舶の模型が展示され、お土産ショップカフェが存在する。これらの船舶は台湾の東側にある乱遊に住んでいた田オ族による歴史的な漁船、中国秋代の王朝艦隊の指揮官、定和の船団の一部であった宝船、 アラブ地方の小船であるダウセンで構成され、それぞれ異なる視点から、会事の歴史を紹介している。財団法人バリ栄発基金会ビルの内部に、設置されたフロア説明。1階から5階にある博物館の上階には、国際会議センター、地下には、朝栄公共楽団の音楽ホールなどを備える、人類の進化に伴う船の変遷について、紹介している5階の、 船の歴史展示スペースでは古代から19世紀頃までの世界各国における船舶模型を展示している。模型の一部には台湾への土着民が使用した竹木製カヌーや中国で作られたジャンクをはじめ、その他ヨーロッパの小船としてバイキング船やエジプトローマで用いられた船、コロンブスが大西洋横断航海の際に用いたサンタマリア号やフランスの国王、 ルイ14世にちなんで名付けられた軍艦であるソレイユロワイアルフランシス・ドレイクが用いたゴールデンハインド・ジェームズ・クックによるエインデバー、スウェーデンの戦列艦バーサイギリスのカティ・サークを含む。さらに造船所の縮尺模型も展示され、船の製造過程について解説されている。四階では乗用定期船、軍艦、貨物船を含む近代的な船や、 大型船舶の模型が展示されている。その他展示されている模型には、航空母艦、潜水艦、魚雷艇も含まれる。特筆すべきものとして、タイタニック号の模型が、遺失物と共に収蔵されており、戦艦クイーン、メリーやビスマルク、アメリカ海軍のミズーリをはじめとする船などが展示されている。さらに、ロシアの10月革命に関与した、防護巡洋艦アブローラや、 日本の戦艦山と及び同艦が第二次世界大戦中に起都した特攻作戦についてなど、軍用艦船や海戦術の変遷についても紹介されている。3階は船のポートレート、海戦、海の風景を描く様々な海洋画を展示した海の絵画と台湾と海との関係性について解説した宴会の台湾の2つの展示スペースが存在する。 中には台湾がポルトガル商人らによって美しい島を意味するイーリャフォルモーザーと呼ばれていた頃の古地図も収蔵されており欧米からの最初期の探検家や中国本土からの定住者の影響を受けて台湾やそこで行われる貿易が発展してきた歴史について解説されている2階は船舶内部を紹介する公開体験スペースとなっており海図、電球に 六分儀の読み取り方や、井戸の決定法、いかだの作り方、国際信号機などについて解説されている。さらに船内部の海図室や、小舟が高尾号に侵入する想定でのシミュレーションによる CG を用いた操舵室も再現されている。また、長久始発の80歳の誕生日を祝して、日本に本社を置く。 ウェザーニューズ社から博物館に寄贈された最新の気象情報を投影する直径1.5メートルの全球型スクリーンを展示している。本博物館は財団法人の超久差し発基金会によって管理、運営されている。営業時間は月曜日以外の9時から17時までとなっている。祝日は開館し、その翌日が休館日となっている。加えて、 旧暦の大晦日から正月三が日,日までの期間や台湾の自然災害休業休校措置法適用日を含め適宜休館日を設けている。入館料はそれぞれ大人が200元、学生が150元、65歳以上及び新商者は100元となっている。大人及び学生について20名以上の団体には50元の割引が適用される。 これら入館料及び売店での売り上げは、超久差発基金会に寄贈され、同法人の事前事業に充てられている。その他、本博物館は、国立台湾海洋大学及び台北海洋技術学院と共同で、学生に海事教育を施すためのプログラムも実施している。右側に、中山南路11号と表示された玄関。建物内部に見えるのが1階ロビー。 台北 MRT の淡水線、大大院駅が、最寄り駅で、そこから徒歩6分の位置にある。駅2番出口より、公園路を南に直進し、突き当たりの交差点を東に曲がれば、外立ち、格乱大道の突き当たりにある、中山南路との交差点付近に、本博物館が存在する。住所は中西区中山南路11号で、財団法人バリり境発基金会ビルの1階から5階に、 存在する。周辺施設として、本博物館の隣には、小介石を祀る中世紀念堂が、東西に伸びる害たち、格乱大道を挟んで向かい側には中華、民国総統府がそれぞれ存在する。ありがとうございます。